計画全体概用図黄色の線が閉鎖された河口。赤丸で囲まれた二都市への水路のみが閉鎖されず、確保されたデルタ計画、またはデルタ整備計画は、オランダのライン側川口の三角州を高潮から守るために作られたダム、堤防、水門、高門などの一連の治水構造物建設及びその計画である。ライン側、マース側、 スヘルデ川の河口に形作られた三角州は、何、世紀もの間洪水に悩まされてきた。ゾイデル海開発でのアフシュライト大工が1933年に完成し、オランダ中央部の治水対策が一定へ進んだことに、伴い、次にライン川とマース川の河口三角州の治水対策が計画された。1953年2月に発生した。 北海沿岸大洪水を契機として委員会が発足し、作成されたのがデルタ計画である。この計画の主なものは、スヘルで東部地域と呼ばれている三角州地帯の川口部をすべて塞ぐことにより、内水域で必要であった総延長 640km 堤防の傘上げが不要になったことである。 なお、主要港湾を要するロッテルダムとベルギーのアントウェルペンへ通じる水路のみは塞がれずに、流域の堤防かさ上げと、膨張稼働席の建設が行われた。1997年にマイスラント稼働席が完成し、13カ所の治水構造物の建設計画が全て完行した。ありがとうございます。